なちゃんと結構一緒にさ、うん、作品共演することも多い。そうなんだよ。そう、もうトシ君と喋ってるとなんだろう、ぬるま湯に浸かっているようだよ。どういうこと？ちょっと 今また私悪い方向に話を打ったよね。違うんだよ。そういう流れにしたいの？違うの、あのね、したいならするけど。やめて花ちゃん。やめて。え、ぬるま湯一緒に浸かる？おうおうおう、一緒に浸かろうぜ。ほんと、うん、足湯ね、足湯。それぐらい俺のこと安心してくれてるってこと。そう、そうだよ。あ、そうなの？うん、ほんとに、うん、なんだろう、なんだろうな、アフレコでさ、トシ君がいるとさ、トシ君の近くにとりあえず座っておけばさ、なんかこう、喋り相手確保できる。え、駒使いでした立ち位置俺安心するの。安心するの。おうおう、俺の隣にいるとうるさい。あー、ダメだ、冷静と情熱の間。まあね、僕もこう言ってますけれども、うん、あの花ちゃんをね、うん、まあ、僕もどっちかというともう半ばもう今や妹のようにね、ほうほう、見ることが結構多いので、うん、なんかだから最近こうなんかなんだろうね、うん、大福を食べてる時とかにびっくりした。もみ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 してないよ。ジェスチャー、俺の今ジェスチャーはもみもみしてたけれども、別に何ももみもみしてないよ。なんで妹のように思ってるんですよ ってもみもみしてる。セクハラ兄貴じゃん、それただシスコン、シスコン。よかった、大福で。違う、大福よ。大福、そんなもみもみしてない。伝わらないしね、ラジオじゃね。そうだからね、すぐティッシュを差し出したりとかね。あ、そうそう、粉が落ちちゃうし、お茶がいいかなと思ってお茶をあげたりね。いや、トシ君は神対応ですよ、マジで。ありがとうございます。そういう意味ではこう、花ちゃんのこう、うん、今年1年の幸せを願ってるよ、お兄ちゃん。あ、ありがとう、公私ともにね。ほんと、うん、じゃあなんか お見合い用意してお見合い用意してって、もう恋愛するっていう道はもう閉ざしたのね、自分が自分から閉ざしたのね。もうお見合いでいいやみたいな感じになって。冗談だよ。そんなことないね、うん、頑張って。はい、頑張る。応援してるから。ありがとう、花ちゃんの幸せ応援してるから。はい、皆さんもぜひ見守ってあげてください、ね、またドンマイてメールが来る。それでは、こんな感じで2016年も皆様よろしくお願いいたします。はい、それでは参りましょう。さて、今回の放送、うん、新年一発目でしたけれども、はい、うん、いやー、なんかあれはね、正月ボケしてるってずっと言ってるけど、うん、しとるな。なんかゆったりまったり喋っちゃうムードっていうのがあるよね、うんうん、まあいいんじゃない。まあいいか。誰にも何にも言われてないし、誰にも何にも言われてないしね。たまには怒っていいんだよって思う時あるけど。そうだね、いい加減にしろっつって、ゆる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 喋ってますけどね。本当だよ、まあそれもこれも、でも花ちゃんと一緒にこうやってラジオできてるからっていうのはある気がするな。お兄ちゃんは そうだね、お兄ちゃん、うん、私も楽しいよ。本当、うん、お兄ちゃんと一緒にって楽しい。なんかね、エロいんだよ。エロいんだよ。もうエロマジンだよ。エロマジンってなんだよ。エロマジンってなんだよ。もう何なんだろう。もう終わろう、終わりましょうか、うんうん、まあ皆さんもね、ドゥララジがまた更新の、コンスタントになりますので、うん、そちらもぜひ楽しみに、聞いていただけたら嬉しいなと思います。お兄ちゃんと妹の立場になりましたけれども、このやり取りもたまにぶっ込もうと思いますので、皆様楽しみにしていてください。よろしくお願いします。それでは、本年もよろしくお願いいたします。今回のドゥララララジを略してドゥララジかけるにはここまで。お相手は豊永俊之と花澤わかなでした。さようなら。